仕事ですにってきます、はいはい、英会話教室に通ってる時があって<お>小学校の頃に、えー、その時にあの英会話教室の先生って大体あの海外の方がやってくださると思うんですけど僕の場合は結構あの大柄なオーストラリアの方が英語を教えてくださって。 クリスマスに、えー、とパーティーをやろうって言ってみんなでこうケンタッキーを食べるみたいなことをやったんですけどいつもの間にか大柄な先生が消えててあれどこ行ったんだろうと思って<れ>ガッと開けたらすげえでかい声でクリスマスソングを歌いながらサンタに扮装したその先生が配り物をしに来たってプレゼントを渡しに来たみたいなあの時は僕も当時サンタっていないんだと思って教えられたというか、はい、も,うもう夢はなかったんですけど。<laughs> 逆に <laughs> 逆にその先生が来たことにより本当はおるかもしれんと思った<ー>え夢を取り戻した瞬間ですね。かかった見ていますか <laughs> 日本語会、夢をありがとう <laughs> <日本語笑>英会話教室センキューセンキュー h a n k you. ドリームサンキュードリームサンキュー <laughs> あのあの僕結構クリスマスパーティーとかっていうのをあんまやったことはなくてやっぱりチキンを食べるとかそういう印象ですねで割とそのサンタはいないとこう踏んでいた子供時代だったのであ同じやそうなんですよ、うん、でまさしく そのまま大人になっちゃったんで、うん、小学校ぐらいの時は「あのサンタ来るよね前借りさせて」っつって。 親にゲームをねだってたっていうあのひどい子供だったんですけど、お前はサンタだろうゲームみたいな、サンタさんに言っといてを前借りさせてってっていうあのクソひどい子供だったんですけど、だからあのサンタはいるはずなんでいますけどね、サンタはいるんですよ、いるんですよ、いるんですよ、いるんですよサンタいるんですよ。本当真っ赤っかなんですよサンタってねすごいんですよ。すごいんですよそうサンタがお父さんたちに。 これが欲しいって言ってたよって、ね、ででそれはちょっと早めにねそうそうそうお急ぎ便で,でみたいなお急ぎ便でプライム会員なんでプライム会員,だから会員なんであの <laughs> ちょっと早めのおとお届けでお願いしますって言ってたっていう子供時代ちょっとませたお子さんになったんです、ね、ちょっとそうですね。